おはようございます。2022年11月29日佐藤秀一ライブでございます。まあ、今朝はね、かなり雨が降ってきていますけれどもね、まあ、また明日以降また非常に寒くなってくる予想になってますね。くれぐれね、お互い気をつけていきましょう。それでですね、ほんとね、病院統廃合ね、湯崎さんっていう人はね、ほんと国のね、新自由主義のね、あるいはね、医療切り捨てのね、突撃隊ですよね、突撃隊。まあ、突撃隊っていうのはですね、昔のね、ヒトラーのね、ナチスのね、中でね、まあ、過激な人たちですよね。うん、だから、本体よりもね、過激にね、やっていくとね、まあ、先方ですよね、先方ね。うん、突っ込んでるとね。だから、国ね、厚生労働省本体よりもね、過激に先取りしてね、新自由主義をやっていくとね、医療を切り捨てていくと。これがね、湯崎さんの本質であるということは明らかではないかなというふうに思いますね。うん、だから全国でも先例がないということをね、湯崎さんもね、おっしゃってますね。もう自白してるんですよね。うん、一方でね、例えば子供医療費のね、女性なんかはね、維新系のね、長崎県知事、大石知事ね、でさえも18歳まで、ね、もうやるって言い出してるのはね、広島県は、就学前まで、小学校入学前までですよね、相変わらず。まあ本当にね、そういう意味でもね、削るところは削る。で、いいことはしないと。もう新自由主義そのものっていうかね、維新よりもひどいと。これはやっぱりね、広島県民は直視していかんといけんというふうに思いますね。県議会もしっかりね、チェックしていかんといけんというふうに思いますがね。それをね、要せんのはね、今のね、県議会というところですよね。自民、公明、ね、国民、立憲、含めてね、ガン首揃えて、おかしい、うん。まあね、毎年8月6日の昼間式典の挨拶ってね、湯崎さんね、市長の松井さんよりはいいと思いますよ。うん、はっきり言うと。だけどそれはね、新自由主義というね、湯崎さんの政治の中身を隠すね、いわゆる一軸の葉に過ぎないと思うんですよね。だから一軸の葉っていうのはね、まあことわざで言うんですけどね、まあ、醜いものをね、ちょっと隠すとね、最低限隠すとね、それだけのことですよ。うん、やっぱりね、騙されてはいけない。平和式典の言葉で、ね、騙されてはいけない。政治の中身をきちっと見なきゃいけないというふうに思います。私、佐藤秀一。まあ、しっかりとね、医療切り捨て含めてね、湯崎さんの政治をね、ガツンとね、これチェックしていく先頭に立ってまいります。講演会活動でね、ご協力を付して願い申し上げます。まあ、特にね、政治活動にね、必要な最低限のお金。ぜひともね、ご協力をいただければね、付してご協力をいただければね、幸いでございます。それではね、皆さん、本日もね、ありがとうございました。ではね、また仕事の方行ってまいります。それではね、ご協力お願い申し上げまして、終わらせていただきます。ありがとうございました。